イオンモールいわき小名浜は、福島県いわき市小名浜に所在し、イオンモール株式会社が運営、管理するショッピングセンターである。なお等項目では、併設する高速バス停留所、小名浜バスターミナルについても記述する。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の津波浸水で甚大な被害を受けた福島県いわき市が、 小名浜港配合地の開発事業として実施したものである。開発事業協力者としてイオンモール株式会社が選出されて開発された。敷地はすべて40年間の定期借地契約となっている。2018年4月23日、岩き市とイオンの間で地域活性化包括連携協定を締結した。 プレオープン日に当たる6月12日より、岩木フラワオンの発売を開始し、このカードを通した買い上げ金額の一部は、岩木市の未来を担う人物材育成の応援に役立つ仕組みとなっている。クローズドモールではあるが、周辺一帯での周遊を念頭に置かれ、設計されており、港町でありながら、海鮮系の飲食店は30店舗中わずか1店舗である。 福島県内ではそれまで最大であったショッピングモールフェスタ本館より1万平方メートルほど大きい5200平方メートルで福島県最大東北地方においても有数の大規模 SC である。従業員は約2000人。震災復興プロジェクトであるため災害時の被害軽減や被災者支援を念頭に設計されている。地上4階建ての建物で 津波襲来時は浸水する1階はピロディ駐車場として売り場は2階から4階とした。屋上駐車場も含めて3階より上は津波避難ビルとして施行されている。津波発生時には避難できる津波避難用デッキを設置する。電気設備や貯水槽も上層階に置かれている。閉店時であっても津波注意報、津波警報、大津波警報発令時には 店舗が開放され、津波避難ビルとして開放されることになっている。建物北側に路線バス専用の発着点、西側にデッキで建物と直接接続する高速バスターミナルが設けられた。証券は半径 10km 自動車45分圏内の約14万世帯、約37万人。岩木市周辺のみならず、福島県中通りや浜通り北部。 茨城県北部からも来店客がある。このため、週末を中心に非常に混雑している。敷地内の駐車場、約1300台は、週末を中心に満車になりやすい。なお、毎年8月第1土曜日に開催されるいわき花火大会では、当施設が立ち入り禁止区域に指定されるため、全館15時に駐車場を含めて閉鎖されることになっている。 イオンモールいわき小名浜全景いわき市の開発事業である小名浜港配護地開発事業の一環として福島臨海鉄道小名浜駅貨物ターミナルや海上保安庁関連施設及び隣接する公園などを移転撤去してできた広大な区画に建設小名浜港二号不頭にほど近い場所にあたる当初の予定では2016年3月の開業を 予定していたが、東日本大震災復興事業などによる作業員不足などにより、2018年6月開業にずれ込んだ。小名浜港配合地開発ビジョン事業として計画された段階では、東日本大震災が発生する前であったため、防災拠点としての整備は計画されていなかった。ところが、2011年に発生した東日本大震災で、 建設予定地が浸水したことに伴い、防災拠点としての開発に変更され、パートナー基本協定締結段階では、復興シンボルとしての開発が計画された。後の詳細設計で、防災モールとしての開発が決定し、1階はピロディ駐車場として、3階より上を津波災害発生時の避難ビルとして機能するよう、設計された。以下、投資施設における、 防災面での機能について述べる。イオンスタイル2階から平面駐車場を A 区画の1箇所にオートスロープが設置されている。ポレポレシネマズ岩木小名浜はイオンモール岩木小名浜にあるシネマコンプレックスである。上映面数は9スクリーンある。イオンモールにおいては数少ない地元資本による経営となる。番組配給は東方シネマズと業務提携を締結。 ポレポレ岩きでは提供できなかったコンサートや演劇のライブビューイングのコンテンツ供給を実施する。なお、当館の開業に伴い、ポレポレ岩きは7スクリーンから2スクリーンに縮小し、町、ポレ岩きの名称でミニシアターとして営業を継続している。特徴岩き市は県内有数の車文化であり、開業にあたり多くの車で混雑することが予想された。これにより、 いわき市や関係者の間で異例の渋滞対策会議が行われた。週末を中心に混雑が目立ち、特に午前中から夕方まで敷地内の駐車場、約1300台が軒並み満車になりやすい。混雑時にはアクアマリンパークの駐車場への迂回または公共交通機関での来場が推奨される。当施設の駐車場は1300台利用可能であるが、 アクアマリンパークに設置されている2400台の駐車場も合わせて利用可能である。現在このほ百869台分の公共駐車場を整備中。バスターミナルが2箇所存在し、高速バスターミナルの小名浜高速バスターミナルと路線バス乗り場イオンモールいわき小名浜停留所がある。小名浜高速バスターミナル岩木市が運営しており、建物西側に デッキで直接接続する高速バスターミナルが併設されている。2011年の東日本大震災発生前はアクアマリンパーク停留所として機能していた小名浜港エリアの高速バス停留所を移設、再機能させた。アクアマリンパークにある2400の駐車場を利用し、パークライドの拠点としても利用することが可能である。また、 イオンモール岩木小名浜が独自に運行する泉駅行き無料シャトルバスは高速バスターミナルから発車するバスターミナルの横にはイオン系のコンビニエンスストアミニストップアクアマリン福島前店がある遠隔路線バス乗り場建物北側に路線バス乗り場が併設されている開業日にあたる2018年6月15日からイオンモール岩木小名浜停留所を新設し 以下の新常版交通の路線バスが乗り入れている。なお、イオンモール岩木小名浜利用者のための停留所であるため、営業時間の大部分にあたる午前10時午後8時前後の一部便のみ、停車する。岩木市鹿島にある鹿島ショッピングセンターエーブリアは、投資設が開業するまで、岩木市内で最大の商業施設であったが、2.5倍の面積がある投資設は、 最大の競合施設である。このため、鹿島ショッピングセンターエーブリアは2018年2月より段階的にリニューアル工事を行っている。また、投資施設からわずか500メートルしか離れていないタウンモールリスポは老朽化に加え、投資施設の開業を睨み、2018年1月15日に閉店した。その後、一旦さら地を経て、現在は、 ヨークベニマルと薬の青木が開業している。ありがとうございます。